皆様こんにちは絵画買取プローー金子でございます今日ご紹介するのはこちら山本求人先生のお作品を含めてですね山本求人さんのご案内させていただきたいと思いますちょっと危ないのでこれちょっと片付けさせていただきます 失礼しましまた。山本求人さん、東京にお生まれになってですね18歳の時に父親を亡くされてその後苦労して日本語の勉強を進まれるわけですけども東京美術学校を出て主に日展で活躍されてきました。 えまあ晩年にはですね、あのー、上村将校らと、ね、今の創画界ですかね、創造美術運動というものに参加するようになりまして、今までの日本画と違った新しい日本画を探して、活動を続けておられました、旧、まあ、人の作品の持ち味というのは、あよく言われますけれども、その縁の中にある緊張感という言葉に尽きると思います。 まあ,あの一つ一つあのまあの描き方、直線の描き方、それから桜の花びらこの作品もですねどこかこう揺るぎない緊張感に包まれているというのが最大の求人の醍醐味だというふうに言われております。私もですねあのいろいろな日本画を見てきましたけどもやはり一味違うあの求人の良さというのを。 えー、なかなか言葉で表現するのも難しいんですけどもおやっぱりいろんな絵を見るとですねこの求人の良さますます分かってくるような、まあ、まだ勉強不足ですけれどもそんな気もして私も大好きな作家のお一人でございます絵画コット買取りプロを運営しております「秋華堂では求人先生の作品をきちっと評価をしております。 こちらのフリーダイヤルまでお電話いただきましたらオペレーター丁寧にご案内しておりますので求人先生の作品是非私どもで評価お待ちしております。